いつもご視聴ありがとうございます。パーフェクトゲーム300点出す人のアベレージは意外にも高くないです。このグラフは300点出したことのある人のアベレージの平均人数を示したものです。180以下のアベレージの人で300点出したことのある人はいません。 240以上のアベレージがある人もいません。図で一番高いのが210点の人です。210アベレージの人が300点出している人数が非常に多いというデータがよくわかります。高ければ高いほどストライク続けて300点出しそうな イメージはあるんですけども、この図でいくと200点の人が10人210点の人が25人220点の人が6人230点の人が2人とアベレージが多いほどマイボーラーの方この図はプロの方は除いております。でこのような感じになっております。 今回も最後までご視聴いただきありがとうございました300点出す人は意外にもアベレージが高くないという動画でしたまたチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたしますそれではまた次回の投稿をお楽しみにください